こんにちは累計講演回数1000本超えビジネス心理学講師の酒井敏夫ですこの動画チャンネルでは小さな会社やお店の売上アップそして企業独立に役立つ情報を発信しています今日のテーマは小さな会社やお店の商売繁盛の基本は身近なスペイン選手と同じというお話です今日の動画を最後まで見ていただくと人間心理を理解した上で小さな会社やお店はどのようにお客様や見込み客に接したら良いのかがわかるようになります どうぞ最後までご覧になってください。先日テレビを見ていたら静岡県富士宮市のペデカが紹介されていました。富士宮市はスペイン空手チームの五輪事前合宿地。その富士の宮市でスペイン空手ナショナルチームを応援する民間団体がペデカ。そのペデカの代表者にインタビュアーが質問をしていました。もし決勝戦で日本選手とスペイン選手が戦うことになったらどちらを応援しますかペデカの方が答えました。会ったことのない日本人選手よりも会ったことのあるスペイン選手を応援したい。 知らない人より知っている人を応援する。これが人の心理ですよね。商売も同じ。見知っている人に連絡するし、見知っている人を応援する。人は知らない人には連絡しないし、応援する気にはならない。お客様にとって、あなたも私も身近なスペイン選手にならねばいけない。そうでないと連絡も来ないし、応援もされません。 あなたも20代の頃、上司にこう言われませんでしたかお客さんのところにマメに通え仕事に役立つ資料や本があれば持っていけ当時それを実行していたあなたはクライアントが1年に1度しか来ない大企業の担当者より知っているあなたを応援してくれていたことを覚えているはずです今も同じですマメな人で有益な情報を持ってきてくれる人に仕事が行きます 今後、アフターコロナの時代になって、さらにオンライン化が加速すると、SNS でまめに有益な情報を発信している人のところに仕事が行くようになります。あなたも、私も、これからは YouTube、LINE、Twitter、Zoom などを積極的に活用して身近な存在になる必要があります。なぜ YouTube、LINE、Twitter、Zoom なのかについては後日説明しますので、見逃さないようにチャンネルに登録をしておいてください。 特に40代、50代をメイン顧客層に考えている方は、これらのツールの活用が欠かせなくなります。また、オンラインでの情報発信は1ヶ月に1度程度じゃダメです。人は記憶したことを1ヶ月という時間が経つと、その79%を忘れてしまいますから。私はメルマガを配信していますが、1ヶ月に1度程度の配信であれば、誰の記憶にも残らないでしょう。 週に3回毎週毎週配信をして私のことを身近に感じてくれているから全国から講演の依頼が届いたりセミナーを開催してもトークから参加してくださるわけであります。オンラインの活用によって私坂井都は読者の方にとって身近な知っている人になっているからであります。これからの時代は特にブランド力のない中小個人企業はいかに SNS を活用して見込み客にとって身近なスペイン選手になれるかどうかが商売の生命線になってきます。でも俺はネットとか疎いしと思うあなたも 大丈夫です。私は今年58歳で、全く文系頭の親父ですが、10年以上メルマガ、サイト、YouTube、Facebook、Twitter、LINE、Note、a m ロ、b r o w o r d p r e s s i n s t a Zoom、全部使ってます。そして教えるプロですから、コロナの収束が見えてきた段階で、これらを活用したオンラインでの情報発信の仕方を、あなたにもわかりやすく指導する予定です。ともあれ、会ったことのない人よりも会ったことのある人を応援したいと思うのは人間の心理であります。 オンラインの活用がビジネスの中心になるこれからの時代ではあなたも SNS を使った豆で有益な情報の発信によって全国のお客様に対して身近なスペイン選手になれるよう今から心構えと準備をしておきましょうまたこちらの動画では口コミで売上アップ1割に集中すると口コミが生まれる小さな会社やお店の経営ということについてお話をしていますこちらの動画も合わせてご覧いただくとあなたの商品やサービスを口コミで広げる秘訣がわかるのでどうぞ合わせてご覧になってください 以上今日は小さな会社やお店の商売繁盛の基本は身近なスペイン選手と同じというお話でした。 この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売り上げアップ、そして企業独立に役立つ情報を発信していますので、動画右下の登録ボタンからご登録ください。また、坂井都市の公式 LINE に登録いただくと、今なら企業独立商売、ビジネスにすぐに役立つ10本以上の動画とビジネス資料をプレゼントしています。登録の案内はこの動画の下の説明欄に記載していますので、お読みいただきまして、ぜひ今すぐにご登録ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。